久保さん、稼げないあのなんか久保さんが持っているから持ってないからとかねそういう話をしてたと思うんですけど多分久保さんのもとにも何人か過去に来たことがあるんじゃないかなと思うんですけど速塾、興味ありますいつか稼げるようになったらそっか塾入りたいと思います。 今お金がないんで、お金ができたら、そこは塾入ろうと思います。まあ、全員じゃないですけど、あんまり稼げないですね。<laughs> ほとんど稼げないですね。ないから入るんでしょっていう話なんですよね。<laughs> いや、か、そもそも稼いだら入るって、いや、もう入る必要ないんじゃねえかな、みたいな。<laughs> いや、稼いでんだったら入る必要ないじゃん、みたいな。いや、お金貯まったんだったら入る必要ないじゃん。お金貯めだったじゃんみたいな。<laughs> まあ、その頃はね、もうね、薄れてますしね。多分、忘れてるしね。 大体入んないですよ。まあ、あの、セールスの断り文句、キラー断り文句ですよね。キ,キラー断り文句っていうか、稼げないキラー断り文句みたいな。うん、僕はもう、いっぱい見てきましたけど、まあ、本当に稼げないですね。うん。だから、ない、ないの、ないからこそ手に入れていかないといけないわけですよね。だ、なんですかね、逆なんですよね。うーん。そう。 だから逆を言うと R34 で言うならば、あるから手放すってことですよね。ないから手に入れる。あるから手放すっていう。でもね、久保さんね、34を僕手放した時にね、めちゃめちゃ周りの人からほぼ9割9分ですよ。あ、もったいなかったね。手放したのなんでこれもうず、ずめちゃ言われましたよ。周りの人から。<laughs> お前が持ってみろよっていうね。 お前が持ってみろよっていう <laughs>。面白いですね。逆ですよね、本当に。持ってない人からすると、なんで手放したのみたいな。うんう。まあ僕がね、松浦会長みたいにね、なんかその、なんですか、あの、ガレージめっちゃ持ってるとかだったらいいんですけど、すいません、ガレージ持ってないので、 セキュリティバカバカもうガンガンねすげえセキュリティのあってでもそのセキュリティも家の目の前にあるとかね遠くにないっていうそういうのがあればねそうすげえ大工程ででもその大工程でもまあまたねセキュリティがっつりしないといけないしセキュリティがあったからといって泥棒が入るか入らないかっていうのもわかんないだろうし <laughs>。 あったらあったでいろんな悩みがあるし、なかったらなかったでいろんな悩みがあるし、そう。でも多くの人は結構逆なんですよね。うん。そう。ないなら手に入れて、手に入れに行かないといけないですね。久保さんもお金なかったけど、クレジ,クレジットカード2枚でね、あの、塾入りましたからね。そう、うん。お金はなかったけど、借金、あ借金まみれだったけど。 うん、はい、い,いってらっしゃい。